レンティンには、イタリア共和国シチリア州、シラクーザ県にある、人口、約2万3000人の基礎自治体。古代ギリシャの植民シレオンティノイに起源を持つ都市で、哲学者、修士学者、弁論家として、著名なゴルギアスは、当地の出身である。地域には、イタリア空軍、アメリカ海軍航空隊が利用するナト o のシゴネラ、基地がある。この都市は、 各言語で以下のような名で呼ばれた。また、古くは、レオンティーニの名でも呼ばれた。シチリア島東部、シラクーザ県西北部に位置するコムーネ。レンティーニの市街は、地域南東端にあり、カターニアから、南南西へ2 6トル県とシラクサから北西へ3 5トル、州とパレルモから、東南東へ1 7 1トルの距離にある。隣接コー隣接するコーは、 以下の通り、カッコ内の CT はカターニア県所属を示す。紀元前729年、ナクソス市から来た植民者によってレオンティノイとして建設された。母都市ナクソスもカルキスの植民地であり、その5年前に設立されたばかりであった。この古代都市は海から6マイルほど離れた地点に建設された。シチリアに築かれたギリシャ植民都市の中では、 唯一の内陸都市である。この地域にはもともとシケロイ人が暮らしていたが、北方の肥沃な平野を手に入れようとするギリシャ人によって占領されたのであった。紀元前494年、都市はゲラのヒポクラテスによって征服された。ヒポクラテスは同盟者であるアエネシデムスを選手に据えた。紀元前476年、シュラクサイの選手ヒエロン一世は、 カタナとナクソスの住民をレオンティノイに移した。後にレオンティノイは都市の独立を回復した。しかし住民たちは独立を維持するための努力の一環としてアテナイによる介入を求めた。これはゴルギアスがその雄弁で主張するところであり、紀元前427年のアテナイによる遠征を導くことになった。紀元前422年、主楽祭は 住民に敵対した加藤聖支配者たちを支持し市民として受け入れた。レオンティノイの都市は放棄された。このことは新たなアテナイの介入を招いた。最初は主に外交的手段によったが、レオンティノイからの亡命者たちがセジェスタからの施設に加わり、アテナイを説得したことによって、紀元前415年の大規模なシケリア遠征が行われた。アテナイによる シケリア遠征が失敗に終わると、レオンティノイは再びシュラクサ祭に従属した。紀元前405年、シュラクサ祭のディオーネシウス一世とカルタゴとの間に条約が結ばれ、都市レオンティノイの独立が保障されたが、これは長く続かなかった。都市は最終的に紀元前214年にローマのマルクス・クラウディウス・マルケルスによって荒らされた。ローマ時代、この都市は、 ほとんど重要視されてはいなかったようである。847年にはサラ先人ンンによって破壊され、1693年の地震では都市の大部分が廃墟と化した。この地震から20世紀半ばまでの間、レオンティノイを訪れた旅行記作家たちは、白草に行く途中に立ち寄る歴史的重要性の面ではマイナーなマラリアのはびこる場所として描いた。主要産業は、 農業でブラッドオレンジが特産品である。木工、手工芸品の生産も盛ん。古代レオンティノイの遺跡古代都市はポリュビオスによって、二つの丘の間の谷に横たわり、北を正面にしていると記述されている。この谷筋の西寄りに川が流れており、その西岸に沿って家並みが並んでいた。両端には門が構えられており、北門は平野に続いており、南門は シラクサに繋がっていた。谷の両側、平坦な頂上を持つ険しい丘の上にはそれぞれアクロポリスがあり、建物が広がっていた。東の丘には、京固に要塞化された中世の城の遺跡があるが、書き手の中にはギリシャの遺失味と認識して描いている。1899年、ギリシャの様々な墓地を発掘する事業の一環として、シケルイ人のネクロポリスの一つが、 発掘調査された。その結果発掘された青銅器の優れたものは京ベルリン博物館に展示されている。キエーザマドレ。ありがとうございます。